西洋丸は、かつて、日本タンカーが所有、運行したタンカー。なお同名で、帝国船舶のミカドヨーマ丸が存在するが、ここでは、タンカーのミカドヨーマ丸について解説する。日本タンカーが、タラカンや北米太平洋岸からの石油輸送を目的として、1930年4月28日、横浜選挙で寄港。 1931年1月19日に浸水し、1931年5月2日に竣工した。手記は横浜選挙で初めて製造した横浜マンディーゼルを装備しており、日本の高速タンカーの先駆けとなった。1940年4月15日、日本タンカーは日東工業機船の参加に入り、同社に要請される。 1941年7月23日、日本タンカーは日東工業機船に吸収合併され、帝洋丸は日東工業機船の所有となる。11月22日、海軍に徴用され、三菱重工業横浜造船所で偽装工事が行われた。12月4日に工事が終わり、太平洋戦争開戦当日に呉市吉浦でボイラー用、 重油12000トン、航空用、ガソリン70トン、潤滑油70トンを搭載。10日に、クレチンジュフ席の特設運送船となり、連合艦隊所属となる。その後クレを出港し、五章、高を経由して、最後に移動。1942年2月には、ジャワ島攻略作戦機動部隊第一補給隊に、編入されて行動。その後は、 第2次インド洋作戦、第2補給部隊に編入され、2月21日に、スターリング湾に到着。3月3日には、第1号小海艇に給油を行った。その後、スターリング湾を出港し、22日に、マコーに到着。27日に出港し、4月22日に、クレに戻った。5月5日、アリューシャン攻略作戦。 第2機動部隊付属となり、クレを出港して24日に大港に到着。以降は大港を拠点に行動する。7月18日、横須賀に到着。8月には、北方部隊付属給油船として、西アリューシャン攻略作戦に参加することになり、2日に横須賀を出港。十七日に大港に到着し、三十日に出港。 以降、大港、かぐま別湾、片岡湾を転々とし、片岡湾を11月1日に出港し、7日に、舞鶴に到着して、爆雷投射機の取り付けがされた。13日に、三角陽丸は、舞鶴を出港し、18日に、片岡湾に到着。以降は、片岡湾を拠点にして行動し、艦隊に燃料を補給した。12月9日、 片岡湾を出港して14日に、舞鶴に到着。18日に、ボイラー用、重油5475トン、1号重油2900トンを搭載し、24日に、舞鶴を出港し、29日に、片岡湾に到着。以降は、片岡湾を拠点にして、燃料補給に従事。1943年2月15日。 カブト山南方で、右玄病差の切断事故を起こしている。24日、日東工業機船が、日東機船に改名。3月1日には波浪により暴言物が破損。4月3日、片岡湾を出港し、9日に、呉市の広に到着。10日に、ボイラー用、重油8094トンを搭載し、11日に、呉に移動。 12日に1号重油にセントンを搭載し、クレを出港。14日にマイズルに到着して、整備を受ける。5月4日、マイズルを出港し、大港経由で16日に片岡湾に到着。以降は、片岡湾を拠点にして、燃料補給に従事し、6月のキスカ島、撤退作戦にも参加。7月22日から軍艦機を掲用。 21日、占い神岬を出港し、27日に、横須賀に到着。燃料と補給用燃料を搭載して8月1日に出港し、4日に大港に到着したが、8月5日に、機関故障が発生したため搭載燃料を陸上げ。以降は、大港を拠点に行動。27日、大港を出港し、立山を経由して30日に、 横須賀に到着。9月3日に横浜に移動して三菱重工業横浜造船所で修理を受ける。完了後は内地で行動し燃料補給に従事12月28日には大港を出港し、1944年1月1日に片岡湾に到着して燃料補給に従事7日片岡湾を出港。 途中流氷に閉ざされるトラブルがあったものの、12日に室蘭に到着。一行も内地で行動し、燃料補給に10時。26日からは横浜で修理を受ける。一行も内地で行動し、燃料補給等に10時。7月30日、定陽丸は連合艦隊付属となり、31日に大港を出港し、 8月2日に横須賀に到着。6日に横須賀を出港し、10日に伊万里湾に到着。同地で海軍給油観測給湯輸送船多数で編成された非71船団に加わり、同日船団は伊万里湾を出港した。輸送船は4列渋滞を組み、護衛艦がその周囲を取り囲むように航行した。出港から半日後、 陸軍特出船キビツマルが機関故障により離脱。13日から天候が悪化し、船団は暴風雨を避けるため予定を変更して15日にマコーに到着。ここで編成外がされ、17日に出航。しかし、18日明け方に船団は紹介中の米潜水艦レッドフィッシュにより発見されてしまった。レッドフィッシュは付近にいた。 遊軍潜水艦に獲物の到来を通報した。0524、タンカー A 広島るが雷撃を受けて損傷し、高尾に向かった。ルソン海峡航行中、船団の体系は輸送船が2列渋滞で並び、周囲を護衛艦が取り巻く形に変わっていた。夜、天候が急変して、風速12メートルの暴風となった。視界の悪化で、対戦艦士は、 困難な状態となり、船団の体系も次第に乱れた。一方、レッドフィッシュの通報で集まったアメリカ潜水艦は、レーダーを活用して、日本船団に忍び寄り攻撃を開始した。22時20分頃、空母を高に、米潜水艦ラッシャーから発射された魚雷が命中し、2248に沈没したのを皮切りに、船団加入船は次々に雷撃を受けて、 激沈されていった。19日0510、低陽丸の中央輸送、後部機械室船橋下の順に、魚雷3本が命中。大火災を起こした三角陽丸は0600に沈没した。船員41名戦死沈没地点は、 ルソン島北部サロマゲ西方 95km 地点付近、北緯17度50分統計119度30分、北緯17.833度統計119.500度、17.833119.500 17.。戦後、帝王丸を撃沈したのは、ラッシャーとなっているが、ラッシャーは、当時魚雷を打ち尽くしており、また、当該時刻に大敵行動をとっていない。 低王丸の飛来時刻と、ブルーフィッシュが、即急の後ろを航行していた、2番目のタンカーを攻撃していた時刻が近いことから、低王丸は、ブルーフィッシュの戦果と思われる。10月10日に除籍、開洋された。田中方、除大佐。1941年12月10日から1943年4月12日。 高木万次郎大佐、1943年4月12日から1943年5月25日。高木万次郎大佐、1943年5月25日から1944年4月20日。佐久間あたるゆう大佐、1944年4月20日。ありがとうございます。